セカンドライフの操作方法ビューアー2対応版応用編。セカンドライフでは様々な種類のアイテムが用意されていますが、それらのアイテムは全てインベントリー内に収納されています。右のメニューからカバンのアイコンを選んでクリックすると持ち物の一覧が表示されます。アイテムを選び、右クリックでアバターに装着したり、ドラッグしてインベントリーから取り出したりします。セカンドライフでは地図を使って一瞬でテレポートができます。下のメニューの地図を開いて表示された地図の行きたい場所を選び、右の方にあるテレポートボタンを押すと一瞬で指定した場所にテレポートできます。ランドマークと呼ばれる位置情報からテレポートもできます。右のメニューのカバンのアイコンを選び、持ち物の一覧からランドマークを選び、ランドマーク情報を選択してから右下のテレポートを押すと一瞬でその場所にテレポートができます。セカンドライフ内のアイテム、オブジェクトは様々な操作が可能です。オブジェクトを右クリックすると、そのオブジェクトで実行できるメニューが表示されます。この中から、ここに座るを選ぶと、アバターがオブジェクトに腰掛けます。セカンドライフには、アバターが座ることによって動く様々な仕掛けがあります。まずはいろいろ座ってみましょう。オブジェクトには様々な動作を仕込めます。この看板はタッチ、つまりクリックするとランドマークがもらえます。この空中に浮いているオブジェクトはタッチすると重力が働き動き始めます。このオブジェクトはエレベーターです。クリックしてテレポートを選ぶと別の階層に移動します。こちらのオブジェクトはマウスオーバーでリンデントルマークが表示されるので販売されているアイテムです。右クリックから購入を選ぶことでアイテムを購入することができます。セカンドライフには無料のアイテムもたくさんあります。また全てのオブジェクトは制作した人と所有者の情報を見ることができます。右クリックしてメニューからオブジェクトのプロフィールを選ぶと選択したオブジェクトの情報を見ることができます。制作者やオーナーの名前をクリックするとアバターのインフォメーションが表示され、プロフィールボタンを押すことでそのアバターの詳細なプロフィールを見ることができます。